峠は 4.29 新潟大会で杉浦の持つベルトに挑んで敗れました。しかしまだ終わりではない。自ら宣言した小峠革命を起こすべく、今夜はライバル剣王の前に立つ。さあ出てまいりました。決意を込めた新しいコスチューム小峠、バントがなびいています。他とは違うことをして盛り上げていきたい、目立っていきたい、小峠はそう話しました。その言葉通り、ひときわ目を引くこのマント姿、新しい自分を見つけ出すか。小峠の熱血革命、有役してこの一戦に臨んでいきます。小峠敦史です。大会から着用しておりますこのマント、広げてみせました小峠敦史です。3月に杉浦に敗れ GHC のベルトを失った剣王にとっては、この一戦をベルト奪回への足がかりにしたいはずです。また這い上がっていくぞ、己の理想を具現化させようとするハンコスのカリスマ剣王の入場です。デビューして10年目、強い心でここまで来た。リング上には小峠、視線の先には GHC、 杉浦丸藤を超える、そう改めて誓った剣王。この1年半、ヘビー級の最前線を走ってきた、トップにも立った、歩んできた道の違いを小峠に見せつけます。赤コーナー210箱舟の新しいカリスマ剣王であります。ヘビー級の新時代を担う両雄の激突であります。剣王対小峠敦史。さて佐久間さん、注目の一戦ですねこれはね、うん、そうですね、まあね、今日のメイン GHC タイトルマッチありますけど、まあ、前回挑戦した小峠、そしてね前チャンピオンの剣王ですから、うん、これ両者ともにね次への GHC につなげていくためにもう絶対に落とせない戦いですよね、まあ、小林さん、はい、まあ、いろいろな意味合いを含んだ一戦でありますけれども、はい、この一戦はどう見ますか。いや、まあ、前チャンピオン、前挑戦者、うん、僕ははっきりでその3つのタイトルマッチ今日あるんですけども、はい、その3つと同じぐらいこのシングルマッチを楽しみにしてます。そうですか、はい、まあ、両者ともに世代交代をしなくてはいけないという発言をしています。2日前の長野大会で剣王が小峠に対して、お前の考えは理解できる、後楽園でその気持ち覚悟を確かめると話しました。まあ、この言葉ですね佐久間さん、はい、いろんな意味に取れるんですけれども、どういう考えを示しているんでしょうかね。まあ、そうですね、まあ、やっぱり特に今回のメインイベントっていうのはやっぱ、ね、ノアの歴史を築いてきた2人の戦いであって、剣王はベルトを持っていた時にこう新しいのは自分の時代を築いていくという思いがありましたから、はい、そういった部分でいうとね、もう丸藤杉浦としてはもう新しい丸藤杉浦、この2018年間の戦いを見せるわけですから、時計の針を戻したというつもりはないわけですよね、はい、ただやっぱ昨年から、ね、今年にかけてベルトを持って俺が武道館に連れていくといった剣王としては、かつてこう武道館に戦っていた丸藤杉浦ではなくて、やっぱ新しい自分がという思いがあるだけに、それと、ね、思いを共鳴できる人間というのを、同じように主張してくる人間というのを求めている部分も、ね、少なからずあると思うんですよね。それは対戦相手であってもそうですし、一緒に組む相手でもそうだと思いますし、やっぱ自分一人だけで、ね、もちろん突っ走るということもできるんですけど、それにはまあ、かつて小林さんは、ね、四天王で一緒に切磋琢磨する相手がいたように、そういう存在がやっぱりいた方がいいことは間違いないですからね、はい、ただ時代っていうのはそんな、ね、来る来ないって来るもんでもないですから、その本当に積み上げていくもんですからね、積み上げていくもの、はい、それが時代になるわけですから、はい、まあ、確かにね、小林さんも本当に時代を作るのではいろいろな苦労があって、まあ、ただ欲しないとねやってきませんからね、時代はね。さあ、そういった
さあ若い選手の切磋琢磨が今ノアマットで行われている。おっと、フットスタンプフェイントだ。キックを浴びせました剣王、そして狙っている。おっと側転して場外に降りたビッグブーツ。小峠の動き一枚上を行きました。剣王であります。いい動きですよ。そうですね、いいしっかり落ち着いております剣王。この2人剣王と小峠同時期にヘビー級に転向しました。ライバルとして対立してきました。さあビッグブーツ容赦のない一撃を浴びせていきます。厳しい表情であります剣王。剣王はあの横浜であの杉浦に負けましたけども、あの本当にあの試合は成長しましたね。成長感じました。そうですか。特にどういうところに。いやもう剣王 の精神力ですね。精神力、はい、リングの中でリングの中でリングの中で確かに 強さ、強さを感じました、本当にその佐久間さん、はい、体と心が本当に高い次元で一致した、そういう感じしましたね。そうですね、やっぱ攻撃の重さというのも、はい、あのヘビー級転向して1年と少しですけど相当増してきてますよね。あのタフな杉浦がもう本当に、いやそうでしたね、かなり追い込まれる状況でしたからね。この重さっていうのはもう本当にヘビー級のものですよね。さあまたこのベルトへ駆け上がる、そんな準備を始めた感があります。剣豪であります。 3.11 横浜分隊で杉浦に GAC のベルトを奪われました。あれから2ヶ月余り、剣豪はその間ノアは何も進んでいない、やっぱり俺が引っ張っていくしかないと改めて語りました。一方の小峠は 4.29 新潟大会杉浦の持つ GHC ヘビー強座に挑戦し敗れました。まあ、佐久間さん、小峠は小峠革命を起こすと、まあ、非常に意気込んで臨んだんですけれどもね、はい、そうですね、やっぱりあの最初に挑戦表明をした時には、ね、はい、剣王と杉浦の激闘の後だったということもあって結構逆風な部分もありましたけど、ね、実際このファイトの中でね、ファンのこう支持っていうのを今日の入場時の歓声もすごかったですけど、やっぱりその逆風を変えつつあるところもあると思うんですよね。なのでタイトルマッチが終わったからおしまいではなくて、この今のタイミングですよね、この剣王戦もそうですけど、それ以外の部分でも小峠革命というのを継続新たに進んでるぞというのを見せ続けていくという部分ですよね。まあ、あのマントにも、ね、そういうのが象徴されてるのかもしれないですけどね。タイトルマッチに挑む時だけが革命じゃないですから、ね、普段からですから ね、 そうですね、普段からどれだけやるか、それが革命ですから、はいはい、そういった意味でも休むことなくどんどん結果を出したい小峠であります。しかし攻めているのは剣王であります。おっと触れました。試合は5分が経過しました。それとこの2人は、まあ、タイプがですね、佐久間さん、はい、攻撃型の剣王とこの受けの小峠、うん、はい、まあ、本当はっきりタイプ分かれてますよね。そうですね、あのやっぱヘビー級戦線に行った当初っていうのはそのカラーの違いもあって剣王がね、果たしてその攻撃のスタイルでヘビーでも通用するのかというところがありましたけど、しっかりこう攻撃力を増したことによって通用するようになった、うん、逆に小峠が受けきれるのかという不安もあったんですけど、うん、小峠の受けの強さっていうのはね、対ヘビー級の中でもその戦うことによって耐久力がついてきて、それぞれがヘビー級仕様の攻撃型、受け型に変わってきているという面白さがありますよね。なるほど、それぞれのスタイルで進化しているというこの2人。小峠が捕まえた。逆さずりになっての首四の字。去年1月からヘビー級に転向した2人、ヘビー転向後のこの2人のシングルマッチでの対戦は2度行われております。去年6月は小峠が勝利しました。そして11月は剣王が勝利し1勝1敗です。1勝1敗で迎えたヘビー級での3度目のシングルマッチになります。お互いのこう成長の物差しになっている部分もあると思うんですよね。共にジュニアから上がってきて、まあ、成績をそれぞれ、ね、分かれるところもありますけど、戦いの中で、ね、まあ、自分の力量が今どこにあるかというのをこの2人の対決によって分かってくる部分というのもあるでしょうね。セカンドロープからダイビングヘッドバットか。ということはこの2人の対決がこれからのノアを作っていく、戦いになっていくようにならないといけないですね。そうですね、ファンのみんなの支持を得ないといけない試合ですね。まあ、小橋さんの時代で言えば四天王対決のような形にこう発展していかなくてはいけませんね。まあ、発展を教えてほしいですね、はい、剣王が足首を取りました。得意のアンクルホールド。
2人は同じ1985年生まれ、小峠32歳、剣王33歳です。キャリアでは小峠が3、おっと蹴りは見せる、こういう攻めはいいですね、剣王はやっぱり。相手は逆さまの状態で強烈なキックをもらってしまいました。キャリアでは小峠が3年先輩になります。しかしキャリアは関係ない、そう言わんばかりのこのふてぶてしい態度を取っております。剣王、その剣王が早くも仕留めに行くか。しかし立ち上がった、ダイビングフットスタンプ狙い。しかしながら小峠は立ち上がっています。 GHC 挑戦から1ヶ月が経った小峠、おっとヘッドバット、杉浦戦でも猛威を振るった杉浦が頭を叩き割ったヘッドバット、おっとフランケンシュタイナー、なだれ式フランケンシュタイナー、新しいコスチューム、黒いコスチュームになりました。そしておっと新潟大会から羽織っているこのマント、試合中になんとマントを装着してトップロープに上がっていきます。ここから飛んでいくんですが剣王が起き上がる、何をやっているんだとばかりに下から張り手、景気づけにはいいんでしょうけど、ちょっとやっぱ時間がその分かかってしまいますから ね。小峠もいろいろこの試行錯誤しております。しかしトップロープに上がっている2人がトップロープ、ブレンバスターいった、なだれ式ブレインバスター。いやダメとは言わないけど、はい、あのマントいるんですか。そうですね、まあ自分の気持ちを盛り上げていくという、まあ、そういう意味合いも、いやあの否定はしないですけど、いるのかなと思って、自分の気持ちをこう盛り上げるという意味でもいいのかもしれないですけど、今勝負に徹しないといけない、まあとそうですね、今そういう時でしたね今、はい、確かに大事な場面ではありました。さあその小峠がマントを脱ぎ去りまして、また正面に立ちます。リングの中央、2人がほぼノーガードでエルボーを打ち合う。同じ時期にフリー級に転向した、しかし実績面で剣王に先を行かれているのは小峠、おっと強烈なキックだ。しかし小峠意地でも倒れない。小林さん、こういうところに気持ちの強さが現れますよね。そうですね、剣王ロープ飛ぶ、おっと飛ばすキック、しかし剣王すぐに起き上がる、当てるキック、剣王の蹴りは強烈ですね、破壊力があります剣王のキック。しかし小峠も打たれ強い、逆転があります、逆転の小峠、キックが飛んでくる、おっと重いキックだ、小峠がちょっとフラフラになっています。小峠、小峠、ここから小峠は逆転ありますからね。そうですね、まあ、やっぱ切り返し技を持ってますし、こう受ける強さっていうのは確実に小峠もついてきてますからね、はい、ヘッドバット、ゴツンという音とともにゆっくりと剣王が崩れ落ちていった。立ち流れ変えましたね。おっと出血している、おっとそこへ高速の2アタック、そのまま小峠が抑え込んでいった、5打つ剣王額が割れました、剣王額が割れました。いや小橋さん、ヘッドバットで頭割れましたね。なんか菊池剛を見てるみたいですね。あ、そうですね、菊池選手もヘッドバットを得意としてましたが、さあここで潜り込んで足を折りたたんで、おっとコウモリ釣り落とし、コウモリ釣り落としを敢行、カウントが進んでいる、どうだ、返しました剣王、まあ、小峠はもうこのまま一気に決めに行きたいですよ ね。小峠ヘッドバットで勝機をつかんだ。そしておっとこだわります、このタイミングでマントを羽織る、トップロープから飛んでいった、スプラッシュはかわされた。小林さんいかがでしょう、必要なのかな、
あのマント必要なのかな。まあ佐久間さん今、はい、本当に大チャンスでしたからね。いやもうそうですね、一歩でも早く行きたいところではあったんですけど、やっぱ小峠のこのこだわりもね、うん、やっぱありますよね、はい、でもこだわるんだったらもうとことんこだわる。そうですよね、おっとジャンピングキック、カウンターのロケットキック。いややっぱテンションがね、これで小峠上がってきてる感じもありますよ ね。おっと早く立ち、おっとリバースフランケンシュタイナー、危険な技を敢行、剣王の点が突き刺さった、流血の剣王立ち上がる、おっとかわした、そしておっとリンネ、剣王のリンネ、師匠新崎人生張りのリンネからフリーネルソン、ドラゴンステープレックス。さあ場内両者に対する歓声が交錯しております。ヘビー級の新時代を担う両雄の激突、剣王対小峠敦史。剣王も、はい、剣王は受けに回っても強いですからね、耐久も強いですからね。走り込んで希望、希望でさあどうだ、小峠肩を上げます、小峠動けない、剣王が素早くトップロープに上がっていく、出るか、ダイビングヒットスタンプ、土手っ腹に突き刺した、勝ったのは剣王、ライバル小峠敦史を下しました。13分47秒ダイビングヒットスタンプ、剣王が小峠を呼びました。小橋さんいかがでしたか。いやー、やっぱりマントが、マントが一つ勝敗を決めましたね、あれマントがなければ、はい、切られが決まっていれば、まあ、たらればっていうのはないんですけども、そこはちょっと佐久間君に聞いてみたいですね。どうでしょう、まあ、やっぱりね、多少攻撃が、ね、遅くなった部分はあると思うんですけど、小峠は、まあ、それも含めて、ね、自分のこうカラーにしていこうという意気込みも感じられました、まあ、そこにこだわってでもなおかつ決められるぐらいのダメージを与えればいいという部分の、ね、考え方もできますし、まあ、実際こう KO をかなり追い込んだところもあったと思いますので、まあ、それぞれお互いの良さは十分に出たと思いますね。この試合で小峠の気持ちを確かめたいと話した剣王、果たしてこの戦い小峠の気持ちをどう感じたでしょうか。剣王であります、その剣王が今引き上げていきました。小峠が今マントをつけたままドレッシングルームに引き上げます。剣王対小峠の対決は剣王が小峠で勝利しています。ああ次長レボリューション、これはな、革命だら、ほんの少しは分かったわと言うと思うか、おい何も分かっちゃいねえよ。でもな、おいあいつな、杉浦丸藤にこの名を任せといたらいけないっていう、その気持ちは十分伝わったよ。俺はよ、前から言ってるだろ、その通りだよ。丸藤、杉浦の脳はそれでよ、何か進化あんのかよ。やはりな、俺が小峠じゃねえぞ、俺が先頭に立ってこの脳をこれからも引っ張っていく、これからは俺中心で回していくからな、おいてめえら書き出しとけバカ野郎。